富士っ子株式会社は、兵庫県神戸市中央区港東中町に本社を置く、日本の食品メーカーである。刻み昆布の富士っ子をはじめ、加工煮豆のお豆さん、とろろ昆布の純とろなどで知られ、CM 知名度も高い。コーポレートスローガンは、美味しさ、健康、次々、ワクワク。創業者の山岸八郎が、1960年に神戸市東灘区に、 富士昆布を創業。1966年から用いられている富士っ子という商標に合わせ、1985年、現社名に変更した。栄養、健康に対する姿勢は、大手食品会社の中でもかなり先進的であり、1980年代前半には、すでに合成保存料や合成着色料などの食品添加物仕様の全廃に成功している。また、 栄養素や栄養面の研究などにおける学会発表も盛んに行われている。近年ではデザート分野でも知られ、1993年にはナタデココをヒットさせたことで知られる。また近年のヒット商品にカスピアなどがある。2020年3月ヨーグルトブランドヨープレイのライセンスを取得、愛知県、三重県、岐阜県で発売している。 また子会社のフジッコワイナリーでは、ムロカの生ワイン、クラノート等の製造も行っている。2006年11月に神戸、東労働基準監督署から是正勧告を受け、社内調査の結果として、本社の研究開発担当者や営業所の社員ら計550人への時間外や休日手当など、総額7億円が未払いだったと発表した。他など、 山口よしさんが死去キャスター、芝漬け食べたいで人気者に、MSN3K ニュース、2012年3月9日時点のオリジナルより、アーカイブ、2012年3月9日閲覧。二代目藤子ちゃんは、日本一可愛い小学1年生子役、元倉明かりを披露デイリースポーツ。 http://www.daily.co.jp:/gossip:/2016/11/24/0009693281 と html2016 年11月24日閲覧ありがとうございます。